けでですね、今日はですね、企画というか、まあ、トークテーマではあるんですけども、イマジナリーキャンプに行ってみたー！イエーイ！行きたい。軽く説明するとですね、キャンプにこのメンバーで行くとするじゃないですか。で、キャンプでやっぱり一番大事な点、それはご飯じゃないですか。例えばディダーニアが、じゃあ今日バーベキューするよって言って、みんな打ち合わせせずに何を持ってくるかっていうのを発表していきたいと思います。はい、そんなわけですね。まずはですね、バーベキュー焼いて食べるやつですね。これね、もう本当にめっちゃ個性出てる。まずね、じゃあ、わかる、それそれみたいなね、やつからね、この方々に感謝してくださいよ、皆さん。この方々がいないと、マジでまともな飯食えねえからな。まずね、メラン、いきます。牛タン、バターコーン。いいですね。牛タンが一番好きです。牛タン食べたことないです。食べながら魚ばっか食べてたっていう。そうそう、人間人間人間触れなくて。じゃあ次の方いきますね。